こんにちは、ニュースフラッシュです。11月15日、16日に宮崎大学の大学祭第10回清華祭がそれぞれのキャンパスで開催されました。このうち木花キャンパスでは実行委員会サークルによるステージや模擬展、講義棟での研究発表が行われ、多くの学生や地域の方々が訪れました。第10回清華祭は彩色兼備をテーマに、11月14日には宮崎市中心市街地でのみこしパレード、15日、16日には各キャンパスでのイベントなどが実施されました。木花キャンパスでは2つのステージで実行委員会やサークルなどによるイベントが行われました。このうち農学部実行委員会は除草コンテストを開催しました。多くの男子学生が除草とダンスを披露し、観客を沸かせていました。各学部の講義棟では様々な研究発表が行われました。訪れた人たちは展示されたポスターや写真などを興味深そうに見ていました。中央歩道では軽食を中心に多くの模擬店が出展され、多彩なメニューで来場者を楽しませていました。16日の夜にはおよそ1000発の花火が打ち上げられ、第10回清華祭の最後を締めくくりました。毎年11月第3週末に開催される清華祭、平成27年度は11月13、14、15日に開催されます。